4代目アクセルホッパーの方を襲名させていただいてもよろしいでしょうか。どうもサワディーカップでございます。あっぱれ小泉でございますけど、もう2年ぐらいね、そのタイのバンコクでお笑いライブできてないんですが、もうちょいしたらできるんじゃないかなということで、今新ネタの方を何本か作ってるんですけどね、そのうちの1本リズムネタなんかやっぱタイの方に喜んでいただけるんじゃないかなということで作ってはいたんですけど、そんな時ですね、私が日本にいる時にめちゃくちゃお世話になっていました永井雄一郎さん、あのエンタの神様でアクセルホッパーとして一世を風靡した永井さんのネタ、ポンポンスポポンポンスポンポンと、あとですね、問題ないから、何も問題ないからとか、いろんなね、いいリズムネタがあるんで、ちょっとこういうのタイでできたらいいなーみたいな感じで見てたらですね、なんと永井さんがですね、僕が以前ライブ配信をした時にコメントをしに来てくれて、その時に軽いノリで、あ、僕もね、2代目アクセルホッパーみたいのタイでやりたいですねって言ったら、いいよって普通に言ってくれて、え、マジかなと思って、で聞いたらですね、あの NFT でしたっけ、そのサービスでなんと2代目と3代目アクセルホッパーがもういるらしいんですよ。そして僕は4代目アクセルホッパーをやっていいよっていうことで、なんとですね、許可を得たんで、だったらこれ中途半端にやるわけいかないなということでですね、いつも僕はあのオーダーメイドであの服とか作ったりしてるですね、シダチャのタイ人のね、お友達がやってるお店でですね、ちょっと本当にアクセルホッパー、あのすべての衣装をですね、もう完璧に作ろうということで、オーダーメイドをしに行きましてですね、そしてそのオーダーメイドの服ができた時、ちょうど日本にこの前まで帰っていたんで、なんと永井さんのですね、本人の元に行ってまいりまして、正式に許可を得るためにお会いしてきましたんで、今回はそちらの方をご覧ください。それではどうぞ。なんとこの中に永井雄一郎さんご本人がいらっしゃいますんで、まあ口約束だけじゃなくて、ちょっとちゃんとびっちりね、タイでこちらアクセルホッパーさんの衣装を作ってきましたんで、ちょっとご本人に見ていただいてですね、正式に許可をいただこうということで今回やってまいりました。久々、3年ぶりですよ。ちょっと行ってみましょう。すいませんね、すいません、失礼します。サディカー、おっ、サディカー、どうもお疲れ様です。久しぶり、お4代目アクセルホッパーズ、どうも完璧じゃん。そうです、ちゃんとこれ永井さんとこれ日本でお会いするのに合わせて、ちょっとこれタイの方で全部オーダーメイドしていただきました。完璧じゃん。やったアッパレホッパーアッパレホッパー完璧じゃん。いいっすね、アッパレホッパー、ゴロめっちゃいいっすね。すごい、いや、思ってたよりもちゃんとしてる。いや、やっぱそのやっぱ減らしていただくってなって、白スーツとかで、うん、あとまあ言ったらその赤いシャツだけでもいいかなと思ったんですけど、いや、いや、それじゃダメだなと思って、当たる目だ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 、
急にごめんな、説明の途中で行ったら怖かったいや、それよ、久しぶりさだな、こいつな申し訳ございません、急に行ってしまいましたどうしてもこれ永井さんに見ていただきたくてもう本当に早く作ってくれってめっちゃ切ついてこっち来る2日前にできたんでちゃんとでもちゃんとこの腕のひらひらとかもタイで全部再現できましたよいいよいいよ、もうちょうだいこれいやあげねえよ、なんで俺もう結構ボロいんだよ俺の開けてきたわけじゃないですよポンポンス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 ポンスポンポンスポンおぉちゃんと動きも覚えてますね昔の永井さん単独ライブに出してる俺のだって一発目の単独ライブにアクセルホッパー隊としてブリーフ一応出てもらったんだ、ね、そうですよねパジャマトリアさんも一緒にねいや出していただいたんでちょっと本当にマジでタイの方ってそのダンスとかって結構好きなので、うん、ちょっとタイのあるあるみたいのをちょっとタイ語に変えたりとかしてちょっとやらせていただきたいなと思ってたんですけど、ね、で今回もう全部ちゃんと再現してやってまいりましたいいじゃんいいじゃんいいじゃんで永井さんに正式に許可をいただいて、うん、4代目として、うん、大使部として、うん、ちょっと言わせていただこうかなと思います4代目4代目ですじゃあ収録をお願いしてあ、私、この度ですね、4代目アクセルホッパーの方を襲名させていただいてもよろしいでしょうかダメだよなんでだよなんでだよダメダメじゃねえよトムブラウンじゃねえかよトムブラウンぐらい知ってますよ、タイいたって別に。なんでだ、ダメわざわざ海越えてきたんすよ、私。全部聞いたくないけど、4万5万買ってんすかね、これ全部で。4万5万っていうのは、日本円にして4万5万すんの ?4 万しますからね。マジで超タイぼったくりじゃん。ぼったくりじゃねえよ。ちゃんとだって、サイズも全部合わせていただいて、この動きに合わせてヒラヒラするようにちょっと大きめに作ってもらって。いや、じゃあ、はい、本当にじゃあ、なんか一ネタ見せてもらっていい？な、まあさすがにあんだろ。まあちょっとタイのタイ語で。1、2、1、2、3、4。ポンポンスポポン、フォントフォント。ポンポンスポポン、タクシー前にポンポンスポポン。ジャップタクシー、ポンスポン、ポンスポン、ポンポンスポポン、パイメダイ。わかんない、わかんない、わかんない。わかんない、わかんない、わかんない。わかんない。え？パイメダイとか言われてもわかんない。パイメダイ。いや、わかんないよ。何て言ってたの？最初はポンポンスポポン。雨だ雨だポンポンスポポンタクシーいないよポンポンスポポンやっと捕まるポンスポンポンスポンポンポンスポポン乗車拒否ってやつですタクシー本当にねちゃんとつまんないじゃんやめろちゃんとつまんないタイのあるあるだったらあるあるなんですよあるあるなんだそうか日本と文化違うからタクシーだったら日本だって絶対ないですよで日本人が見たらいやちょっとつまんねえなったらかもしれないですけどあんたちゃんとつまんねえ面白いわあこれからちゃんと作るなもいやでもこれじゃ俺はもうそんだけちゃんと用意してきてくれて、はい、ネタも本当にあるのは俺びっくりしたから、はい、4代目よろしくお願いしますやったありがとうございますやったお願いしますこれでご本人にお墨付きいただいたんで、はい、ちゃんともっとしっかりねネタの方を作って、はい、ちょっとやらせていただきます、はい、ありがとうございますじゃあもう4代目任せましたありがとうございます、はい、タイの方でねやりますんでちょっと、うんタイプだからちょっと日本人だと分かんないあと俺のネタなのもったいないから何ももったいないからっていうこれはもう今や CM であのまんまん満足えっ満足ってこれ俺のリズムですからねそうですパクられてるんですよねそうですよだからこれもやってみたいって言ってたじゃん問題ないは多分タイ語でマイペンライなんですよ、うん、マイペンライマイペンライどうやってせーのマイペンライダーイマイペンライダーイあいいじゃんいいじゃんマイペンライダーイあいいじゃんいいじゃんいいじゃんどうすかそれいいじゃんいいじゃんいいじゃんで、無茶な加工するみたいななるほど、なるほど、なるほど、なるほどちょっとそちらいらしていただきますよじゃあマイペンライもはい、いただきました広めていただいてやっと2ついただいてありがとうございます、はい、ということで、マジでガッツリじゃあ俺このクッションを、はい、マイペンライダーやりながら、はい、クッション投げられても問題ないみたいなあー、ちょっとじゃあちょっと今、試しでやってみましょうか、じゃあちょっともしやるはいクッション投げても問題ないっていうタイトルに言ってやってもらっていいタイトルジェップ、クッション、マイペンライマイペンライ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 ライ問題あんじゃねえか問題あるわブラスめちゃくちゃ痛いな2人壊れるやんいやお前の痛いのリアクションおかしいからこれ匂い嗅いでるからねなんだこれくせえなとくせえな自分のせいかちょっとじゃあ辛いもの食べてマイペンライダーとかじゃあちょっとなるほどねこの2つを収入していやいやこれをぜひタイで
わかりました。タイの皆さんに、はい、いい笑顔をね、もし皆さんが笑顔になっていただいて、ああ、もし僕がちゃんともう熱田君ちゃんできたら、いつか永井さん、うん、タイに来ていただいて、本物と初代と4代目の共演の方をもしよかったらお願いいたします。行かまーい。行かないのかよ。もういいよ。やんねやんね、4代目やんね。ありがとうございました。じゃあね、お疲れした。サワディカポーン。サワディカポーン。やんねやんね、4代目。お疲れした。失礼します。